はいはい、どうも、レオンチャンネルです。あ、ちょっとテンション上がっちゃった。ちょっと待って待って。今さ、僕、お風呂上がって、ツイッターでも見ようかなと思って見たら、平成のカメラ団20作品のこの公式アカウント、ちょっともう寝ようかなと思ったから鼻詰まってんだけど、ビルド最終章始動って書いてあって、VCネネクスト、仮面ライダービルド、ニューワールド、仮面ライダーグリス制作決定だって。いきなりさ、いきなり来た。全然、あ、ちょ、これ見てない、これ見てない、これ見てない。何？デラックスグリスパーフェクトキングだ。うわ、キャッスルフクロウで、クワガタ。お、あのね。あ、サンバカ、サンバカ。さあ、ロボット。寝る前にこんなテンション高くなったら寝れないわ。ちょっと待って。何これ？どういうこと？グリスの V シネマね。V シネマね。V シネマがやるってことね。11月27日、DVD、ブルーレイ発売。その前に、19年秋、期間、限定上映。初回限定版にはデラックス、グリス、パーフェクト、キングダムがついてくると。やば。全然さ、突然来たね。今だよね。もうほんとちょっと前に、その情報が来てる。でもさ、これ、グリス、いつのあれ時系列どこのやつを語るんだろう。仮面ライダー VC ネクスト、ニューワールド仮面ライダーグリスの上映発売が決定しました。うわ、すげえ。これはね、予想外。いや、でも、でもこれさ、なんかネタバレになっちゃうんだよね。要は僕はもう、仮面ライダークローズ見たわけですよ。その先行上映でね。ただ、仮面ライダークローズの V シネって、正確には4月発売で、まだあと2ヶ月ぐらいあるから、それのことに多分、絡んでくると思うんだけど、幕を閉じた仮面ライダービルドの正当な続編、正当な続編のスピンオフである、ニューワールド第2弾。やっぱ書いてあるじゃん、そうやって。正当な続編、スピンオフの続編作品である、ビルドニューワールドの第2弾。ってことは、最終章として、ビルド最終章、終わりなの？うっそ。じゃあさ、あいつとの決着がここでつくってこと？でもあいつとの決着はやっぱセントがつけるんじゃないの？かバンジョーか。どういうこと？ V シネマと異なり映画館で期間限定プロモーション。そうそうそう、これでやっぱ映画館で見た方がね早いし楽しいのよ。でもさ、これそもそも、まあ、これ続編って書いてあるんだけど、そもそもテレビ本編しかまだ見てない人からすると、なんでカズミンいるのみたいな。まあ最終章、最終回というかテレビ本編の最終回で、一応新世界になって、まあ生き返ったっていうか、世界が新しい世界になって、もともと死んでないね。カズミンが死んでない世界になったんだけど、そこから仮面ライダーグリスになる過程を知らないわけじゃん。V シネクローズを見てない人だと。V シネクローズのネタバレになっちゃうよね。これ、グリス復活すんだみたいな。すげえ。でも最終章か。いや、確かに、仮面ライダークローズで一応 V シネマはいい感じに物語としては終わってるんだけど、根本的なことを、ちょっとテレビ本編でやったことが結構ひっくり返されちゃって、賛否両論でしょ、それはっていう感じだったんだけど、ここで決着つけるってことかな。でも、グリス・ブリザードじゃないね。グリス・ブリザードって、これはブリザードナックルはね、本来はこれ武器で使うやつですから、これベルトに絶対はめちゃいけないやつですから、はめちゃダメっつってんのにはめちゃって、まあね、めちゃくちゃかっこよかったわけだけど、死んじゃったからさ、カズミンは。だからグリス・ブリザードにはなんないとね。新しいこのこれよ、これちょっとどこ行った画像、これか。このグリス・パーフェクト・キングダム、このこれはクローズドラゴンがベースになってるね。クローズドラゴンがベースの新しいおもちゃで、ボトルがロボットでさ、フクロウとキャッスルとクワガタってさ、もうついに北斗要素全開で、ちゃんと色分けもいいね。キャラのカラーになってるね。ゴールド、イエローとレッド、ブルー。うわ、あれかな、あれ出ないのかな、スパイダーのさ、キルバスのやつ。キルバススパイダーか。あれもかっこいいんだよね。うわ、びっくり。ってことで、一応これが最終章で、おそらくこの文面を読む感じだと、仮面ライダークローズの今回のね、今まだ映画館でやってるかな。で、4月にね、DVD、ブルーレイが発売されましたけど、それの続編で、
ビルドの最終章と。そっかってことは、まあでもローグの外伝はあれか、プライムローグがあるか、ギャグだけど。で「セントの物語」はじゃあテレビで終わりなんだ。なんかもうワンステージ欲しい気はするんだけどな。ということで一応このねページ貼っておきますから、いきなり特報で、でそうそう動画もね、あの配信されてた特報だけどね、まだこういう、決まりましたよみたいな動画しかなかったけど、一応動画もねリンク貼っておきますので。びっくり。じゃあもう寝ます。おやすみなさい。以上レオンチャンネルでした。びっくりだね、っていうか嬉しいね。